メガキッズクラブ。あー、パーティー楽しかったなー。ね、楽しかったね、これ。ソーリー、何見てるの？この間、アクアビーズで作ったドレスを着てパーティーに行った時の写真を見てるの。見て。わー、ソーリー、とっても可愛い。私たちもこんなドレスが欲しいな。ソーリー、これを使ってさ、ミキちゃん、マキさんにドレス作ってあげようよ。うん、グッチ、ナイスアイディア。本当 に、 ありがとう。ミルキッズクラブの時間だよ。こんにちは、サーリーです。グッチです。というわけで、なになに、じゃん、アクアビー。はい、それではアクアビーズドレスキーチェーンを使ってミキちゃん、マキちゃんのドレスを作っていきましょう。はい、はい、それじゃあ早速やってみる。よっしゃ、じゃあ、はい、おう。ハロー。誰に？ハロー。はい、じゃあ開けていい？開けてみましょう。じゃあそっちも、さらにそっち開けてみてください。中身はこんな感じです。ミキちゃん、マキちゃん、ドレスの色は何色がいい？そうね、ミキはオレンジのドレスで、マキは青のドレスがいいわ。はい、イラストシートをビーズトレーに入れます。どっち、何回目？赤ビーズの2回目じゃん。ビーズ並べていきます。あれ、どんな感じですか？シーン、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 してます。いい感じ。ドン。グッチー、サオリー。はい、おはい。ビーズを並べ間違えちゃったら、このリタッチペンを使ってビーズを取ってください。はーい、はい。ちなみに、マーキーでーす。マーキーでーす。ハロー。ハロー。うわ、すごい、リタッチペンすげー。使って、どういうことよこれ。あ、え、あ、リタッチ、リタッチ、リタッチ、あー、リタッチ、リタッチ。次、白欲しいです。よいしょ、オッケー、できた。ソーリングチ、これ見て。どれどれ、うんうん、なんか書いてあるね。そうそう、マキのドレスにこれを作って飾ってほしいの。あ、これだ。これ？うんうん。あ、こっちどんな？ハート？ハート。こっちは？花？花？そう。ミキのはハートがたくさんのドレスにしてほしくて、マキのはお花がたくさんのドレスにしてほしいの。わかった。じゃあソーリン、よろしくね。はーい。くるんすん。ましたー。お花とハートをブースにつけていくよ。さ
サオリン、グッチー、サオリンとグッチーにプレゼントがあります。はい、このリボンを見てください。おお、サオリンが持っているピンクのアクアビーズドレスにとっても似合うと思ってミキとマキで作ったの。ありがとう。これはサオリンのピンク色のドレスに飾ってね。はい、どうぞ。ありがとう。イエーイ。じゃん。では次はこのゆらゆらパーツをビーズにつけていきましょう。はい、はい、アクアビーズドレス完成。入れてるんだよね、綺麗、かわいい。よし、じゃあさ、このドレスミキちゃん、マキちゃんに見せてあげよう。うん、うん、綺麗。サオリン、グッチー、本当にありがとう。どういたしまして。じゃあミキちゃん、マキちゃん、これを着て記念写真を撮ろう。撮る。はい、じゃあグッチーがカメラマンになります。はい、お願いします。はい、じゃあサオリン、ミキちゃん、マキちゃん、撮りますよ。お願いします。はい、チーズ。今日はアクアビーズドレスキーチェーンを使ってミキちゃん、マキちゃんにドレス作りをしてみました。うん、うんうん、そしてですね、このアクアビーズキーチェーンですけども、キーチェーンです。なんと、そっか、じゃーん。パーツをですね、この後ろにどうやってくっつけるの。お水でね、くっつきます。そしてこのようにね、ほら、キーホルダーになってるからカバンにこうつけられる、こう綺麗な。はい、サオリン、実際これ今日ゆらゆらのこのドレス作ってみてどうでしたか。これが観覧車みたいで面白かったし、あのビーズとかこうやって自分でデザインするのが楽しかった。ああ、そうだね、自分でねデザインもしてね、そしてね、そのドレスのお花の置く位置とかね、自分で決められて楽しいですね。うん、揺れるのいいよね、こうやって。ね、でも勝手に揺れてたら怖いけどね。みんなもアクアビーズで可愛いドレスを作ってみてね。他にミキちゃん、マキちゃんのために作ってあげたいものがあったらコメントお願いします。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもお願いします。バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。